全部やるわ、本格的に。ここが何？ラスボス戦がどこなんだろう。でも間違ってさ、踏み込みたくないよね。マップも埋めちゃう、全部。チカチカしてるのも覗いときたいんだけど、まずこのチカチカしてるとこ行くか。絶対ひたすら時間無駄にしてるわこのマップ埋め。ほら、スクリーアタックじゃん。あ、びっくりした。ボコしたところだ、あいつらは。あ、スーパーボーム使えんのか今。あいつもでもさ、スクリーアタックワンパンだったから。あ、最上階か。ちょっと外出るだけでさ、汗ダラダラなんだけど、恥ずかしいですわ。いや、本当にマジで止まらん、滝汗。すら左上のマップだけ、右上のマップだけ。この辺がなんかチカチカしてた。もうちょいかな。本当に何も意味ないよね、これ塞いでるの。何のためにやってんだろうね。ここか。ていうか、ここ開けずにどうやって左に。あ、間違えた。え、何これ。あれ、え、しかも一方通行かよ、これ全部。そういうことか。開けてなかったんじゃなくて一方通行化してんだ。え、とんでもなくないそれは。え、どういうこと。え、めっちゃむずくないあれ。QS したら間違えた。ああ、スクリューアタック2発できるわ。ここじゃないな。え、あれどうやるんだろう、マジで。あ、逆。うわぁ、ミスっちゃった。どうやるんだ。こうか。まあ、できなくても強いだろう。強い。
そこら辺のやつは X じゃないんだ。今気づきました。こいつ2発で倒すの趣味。あ、来た。よし。いけるもんだな、案外。ちょっとマップを塞いでいるか。ここら辺のブロック復活しないの、これ。はい。ここも埋めていく。何これ。ここさ、行ったことなくね。やべえ、なんか置いちゃった変な。ソーリー。ここ何？ブリング？イェーイ。マップもうめえな。ああ、なんだ。あれ？でもここさ、壊しちゃったらさ、今はできなくない？あれ、ここ壊しちゃったらさ、あれ、この左側どうすんの？あ、なんかもうすんげぎり間に合うのか。なるほど。で、ここもよくわかんないですね。見に行く、一応。まあ、雨だ、まあ、雨。ここか。ここじゃないの？ここも前チェックしたっていうか今チェックしてるわ。え、もしかしてさ、これスーパーボムも割と簡単に手に入るの？いいんすか？私はいいですけれども。おいで。案の定めんどくさかったな、ここ戻ってくるの。このまま下向かっちゃってもいいんですね。もう我にできないことはなくない？なんかあんのかな。よし、次の被害者はフェーレに絞り尽くしてやる。まずはロード。そういえば悩みに悩んだ結果、1万3000円する大金ね、1万3000円するサムスのこのドレッドのフィグマ、金を払っちまったわ。悩みに悩み、いや本当になんかどうしようみたいな思ったんだよな。
やっぱいいやと思って、どうせなんかあんまお金他に使うもんないしみたいな。そういう結論で、あれだろう。そういう結論で買うことにしてる。ワンパンか。ごま。ごまワンパンですか。じゃ、こういくか。あ、なんで？退けと。サムスアランの前に立つ。悩みに悩んだ結果ってね、いや本当に悩んだんだよ。じゃあね、ちょっと語ろっかな。サムスとかのフィギュアってなんか再販されないみたいな、いや本当いろいろなんかね見てたんだよ。どうしよっかなと思って。割となんかさ、その見んのが楽しいみたいなところもあったしね。どうしよう。あ、これ取れんじゃん。スーパーボーム。現れた瞬間こうしてる。サムスのフィギュア、本当になんかもう、一生手に入んないみたいな、一生手に入んないなというかね。それでね、実はですよ、実は、私めっちゃ前になんかもう小学生ぐらいの時にサムスのフィグマ買ってるんだよね。実家にあるんだけど。これどっち行こう。どっち行こう。まずはこっち行って、あっち戻っちゃおうかな、一回。戻る必要ないんだけど、なんか気になるし。なんだっけ、ちっちゃい子買ってて、やっぱせっかくだし、オソロッチ。いや、あんまなんかそういう風には考えてよくないと思うんだけどさ、揃えたいみたいな。私なんかそういうの、アンチ。アホだなって思うんだけど。ちょっとオソロッチにしたいと思っちゃうよね。それでね、スイ。あれ？なんなのこれ？それでもほんと一回、もう今回を逃したらみたいな。いやもうほんと最悪の商売のやり方だよね、正直。今回逃したらもう手に入りませんみたいな。なんかもう、まんまと。この男。1万3000円ですかっていう。いやもうちょっとね、ドレッドな、もうなんでこれ戻れないの？どういうこと？もう戻れるようになっておくね。こことかも。え、これ何？どこ？こっち側か。全然探索しないんだよ、こう見ると。こういう探索し直すね。あ、これいけんじゃん。あ、吸い込んじゃったね。やべ、ほんと最悪の商売にちょっと思わず負けてしまった。相当やっぱ気に入ってるんだよね、メトロイドレッド。なんかそういう、なんかもうこんなにやっぱ悩んでるんだったら、じゃあいったみたいな。わかる？こんなに悩んでるんだったらいいよねみたいな。え、何それ。え、何それ、無理じゃね。え、これできんのそれ。え、できないの。これどうすんの、謎解き要素なんだけど。そんなに悩んでんだったらいいよねと思って思わずね。え、これどうすんの。
からくりがあるとしか思わない。けど話が途中途中になっちゃうの。これよくわかんないや。ちょ、赤。目立つ目の黄色ね。ちょっと待って。第1の理由が、生産されないからみたいな。で、第2の理由が、どうせ金余ってるし。どうせお金何にも使わないじゃん。あ、でも今ね、プレ5がさ、プレス5がさ、高すぎる？あれ、6万ってなんかちょうど買えないんだよな、なんか。自分のあれ的に。スイッチって安いんだよな、やっぱ。スイッチって安いからいいけどさ、プレ5ってちょうど買えない値段なんですよね、なんか。それがちょっと4万、いや5万だな、もうせめて5万して、6万ってさちょうどなんか買えないんだよな、なんか困った。だからそれで迷ってたりしたんだった、そういえば。え、これ何、これボンブロック、ここ行かなきゃじゃん。それでなんかもう焦ってたもん。焦ってたし。でもやっぱあれだよな。もうなんか、今回を逃したらみたいなのが一番でかかったな。別になんかいつでも売ってんならさ、いつでも買いに行ったみたいな。あれこれ。考えて、プレステ5とかもさ、もう言うて今なんかいつでも売ってるというか、だからいつ買いに行ってもいいなみたいな感じするけど、今回のこのサムス・アラン様の限定というとでも落ちちゃったな。いや、マジで悩んだよね、本当になんかもうちょっと頭熱くなるぐらいには悩んだ。ちょっと知恵熱出てたぐらいには悩んだな。1万3000円いつかはもう、悩まずに買えるぐらいには、買えるぐらいの収入源にはなりたいですよね。そういうふうに考えて。最近ようやく金っていいなって思い始めてたわ。どっち行く？金っていいっすよね。なんだこの地形、地味に初めて見るな。いつかな。YouTube でお金稼げたらいいんだけどな。 YouTube も頑張るかっつって、ただゲームする。もうえ、これ何、さっきからさ、うわ、なんだっけ、なんかさ、ダッシュのテクニックでさ、もうなんか壁に向かって、斜めの壁に向かってダッシュするとみたいなのあったよね。うわ、これは攻略見ねえとなんかちょっとめんどいな。メトロイドって結構さ、このなんかさ、壁じゃんもうできないけどさ、壁じゃんとかさ、あったりさ、なんかよくわかんないテクニック、案外隠してたりするんだよね。隠してくるんだよね、マジで。いや、これわかんないって、これ何なんだろう、さっきから。多分なんか知れればさ、何読んでみたいな感じになるんだけど。これ一歩通行かな。一歩通行だ。これ一歩通行じゃないわ。爆弾。いてー、ここまで来るんだ。なかなか強いな。君やめたまん。これなんだろう。落ちんね。
落ちたけど大丈夫。なんだろう、こっちだな。こうだな多分。うーす、あれなんか今いた？よし、よし。ちなみにエミーのフィギュアも、エミーのフィギュアも、せいね、手はね、流さしちゃう。どうせお金使わないしみたいな。え、でも欲しいゲームいっぱいあるんだよな、未だに。スイッチとか 3DS とかプレステ2とかもゲームそんな考えてるのが。なんだこいつは。これ何、何ブロック。ああ、ここもなんかあるな。あ、ここ、これ何、複数置けるの。あ、複数置けるんだ。うーわ、見習えよな。なんかさ、メトロイドバニアさ、なぜかさ、マーカーのなんか、マーカーの個数絞ってくるメトロイドバニアとかあるんだよな。ホローナイトとかもさ、めっちゃ絞ってくんの。なんでっていう。絞る必要はなくないっていう。思うんですけど、どうしよう。一旦ここ見てくるか。でもここ行って、ここ行って、みたいな。いや、ちょっとなんか気になるし、上から行っちゃうわ、なんか。いや、マジで悩ましかった。本当にちょっとあと1時間ぐらい喋りたいわ、本当に。いいよね、どうせ誰も聞いてないんだし。うわ、悲しい。それ行っちゃダメなんだよな。それ行っちゃダメだろ。タブー。何一人で喋ってんねん。タブー出ちまった。ほらほら。チンチン。あ、誰も聞いてないか。誰も聞いてないぜ。これやってなかったんだ。いいや。イェーイ。イェーイ、めっちゃホリデー。ノリノリの夏気分。何これ。え、ワープなんだけど。いや、いいや、今。まだ。探索してるし。え、ワープだよね。あ、でもこれさ、このワープの先にさ、このなんか閉ざされたドアがあるかもしんね。一応解禁しよっか。こっち側からしか、そのなんか、あれできないみたいな。ワープ解放できないみたいな。向こう側のワープはこっち側から入って、こっち側、内側からドアの鍵開けないと、みたいな。それのめんどくさいやつかもしれあ、あ、あ、ちょ、やだやだやだ。今見たんです。1分ぐらいのやつ。助けてください。あ、やばい。わ。ワープがこっち側からしか行けないの合ってたけど。合ってましたけど。わ、とんでもねえ。やったやったぜ。危ねえ。あっ
危ねえ。お願いします。怖っ、怖いぜ。でもいいんだけどさ、僕にっちゃいいんだけど、なんかちゃんと丁寧にトウモロコシをちゃんと丁寧に端から端まで食べたいね。食べ残しな。ポリ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 。どうしよう。あ、ここ埋まってんの。最高や。大丈夫かな。案外よく見たらさ、ほら埋まってんの。斜めね、特に。おっとー、やべ、いてマップ、これ左上のマップがさ、右上のマップがさ、もうちょい拡大できればな。はい、綺麗綺麗綺麗。やだな、こっち側まで戻りたくないな。でも後で戻る羽目だな、これ取るために。もう見逃したやつはしゃあないってことでしょ、とりあえず。あ、そういえばあっちが戻るみたいな話。ちょここ怪しいな。違う、あ、これでよくね。あれ、これなんもないの。これあれか、あ、これエミゾーンか。あらがうの。乗れ、このビッグウェーブに。抗うんじゃない。ここにあんかあるぞ。いなぜ夏が溶けてゆく、君はまだそれでいいことだろうと思う。何これ、謎。何それ。ねえ、難解すぎる。いつのいつの時代のゲームだよ、この難解さ。難解難解難解キャンディーです。何これ、どういう謎解き。めっちゃ残しちゃってんだけど、まあ、もしかしたらさ、まだ取ってない能力あんのかもしんないんだけどさ、ちょっとまだ攻略的なのは見ないけど、これ時間かかるのは思ったより多分。こんな感じで分かんないのか。
これマップ埋めてる場合じゃねえかも。あーやべえ、あーこれマップが、ちょっと待って、おーい、これマッパーの罠やん。うーわ、これ待って、やらかしたわ。うーわ、これは盛大なミス。待って、これ本当にこれ価値あるかな、やべえ、今になってちょっとやめるかも、後悔してきた。やめて、よし、ダメだこれ、やばくね。これもっと使っていかないと。あのこれさ、はい、やべ、ここなんだっけ、ここか。気をつけるべし、ここは。あ、ちょっと、うわ、うわ、ひどい。どんな、すごくない？え、ちょっともうやめよっかな、マッパー。マッパーやんのやめよっかな。やっぱ伊能忠敬はすごかったんだ。僕にはできないや、こんなこと。無理だ。俺意味とつながった。でそこだけやってないねん。うわ、引いとけ、ひれ伏せ。お前これってさ、ドゥ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 マップ完成無理だ。これいけないもん、こっちは。まるまるさ、無理だよ。アイテムだけでいいんだ、やっぱり。でもさ、これ分かりづらくね？やっぱなんかこの、なんか見ててさ、分かりづらいわ。このなんかガタガタしてて、色ちょっと違うの。いや、どっか行くか。でもやっぱちょっとマップ埋めるの続けようかな。ちょっとこういうのはいいやだから。無理だから。え、それそんなひどいことある？そんなひどいことあるんだね、現代において。現代の日本においてこんな残酷な、こんな残酷な事件が起きるとはね。よ、しかもこれあれか、ここしか出口ないよ。普通にどう探索すればいいのかさ、マップめっちゃ見づらいわ。
どういくか。ここ何なんだろう。こっち側からちょっと様子見てみるか。とりあえずここ目指すか。どうしよう、でも一旦押してみようか。なんだろうね。うわ、ここ臭くない？いや、違うかな。なんなんだろう、あれよ、謎いな。貫通ミサイルとか。あ、ちょっと行ってくるか。分かった、スーパーボムじゃん。そう、なんでそれ考えてなかったの。モーテルしたの。こいつらがなんかめっちゃ久しぶりに会うんだよね。なんか意味あんのかな。いや、なんか、スピードブースターブロック、何なんだろうこれ。謎のスピードブースターブロックがさっきから。これむずい。どんぐらいスピードブースト持つ。そんぐらいか。無理、これちょっと最終的に見るわ、なんかこれちょっともう無理。私さ、嫌なんだよね、自力でやんの。攻略サイトとかっていいんですよ、見ていいの。だって意味わかんないもん。頭をひねるのが好きならそれはそれでいいんだけど、頭ひねんの好きじゃないから。基本的にパズルゲームとかやるんだけどさ、楽しいって楽しいんだけど、ちょっとね、やっぱある程度やってくるとね、なんかもう頭がなんかもう痛くなってくるんだよね。ストレスなんだよね、普通に。ストレスを感じることができるパズルでは。これ実質パズルだから。でメトロイドってなんかそんななんかストレス感じるゲームじゃないかも。でも逆、むしろそのうまくできたメトロイド系のメトロイドバニアっていうのはそのめっちゃちゃんと導いてくれるから。これ片側通行か。そのうまく使えたメトロイドバニアってちゃんと導いてくれるから、マジで何も考えなくても勝手になんていうの
まっすぐその、あ、ここ行こうってなんか直感的に思った方向進むだけでゲーム進むみたいな。ゲームが綺麗にスルスルって進むみたいな。だからもう、頭使いたくないっていう話。シンプルに。SQ って何だっけ。あ、なんか強かったやつだな、多分。強かった昆虫のとこだよね。ちょっと十字キーじゃないからさ、このなんか下見る感じやったんだよね。そして次に、かっこよ、こんな門番みたいなやつがいたんだ。なんかいる、無視で、なんでいるの、こんなかっこよかったんだ。こいつ強かったな。こいつが一番強かったかも、ボスの中で。なんかあれ思い出したわ、なんかスピード感。ホローナイトのさ、なんか壊れた器みたいな、あのドリームバージョン、夢の世界で戦う方のなんちゃらの器、これすげえ思い出した。あれがすっげえ速くてさ、初めてやった時さ、もう一生ボコられてたんだよね。それを思い出した。まあ今回はね、そこまでボコられなかったですけど、もう一回踏んだらどうなんだろう。セーブか、まあ、しとくか。オートセーブだと思うけど、おそらく。やっぱなんかゲームクラッシュとかしたら最後にセーブした地点になる。なんか多分進行状況でセーブしてんだよね、そうだと思う。あ、じゃあワープ的にはできんのかな。セーブワープ的には。どっち行こう。この辺全然探索してないね。あれ、ダッシュみたいなの使えないんだ。水中だとダッシュ使えなかった。いいね。個数が少ないからこそ余計に嬉しいな。うん、これはちょっと後から。これも今やっちゃってもいいか。あ、こんな簡単に持ってくれるんだ。いいな、じゃあやっちゃう。
側やっちゃうか。運の月や、これは。まさしく。やばい。どうやったこれさ。ちょっと。あれ？あれ？あれ？よっしゃー、セーフ。なんでずい。なんでずいんだ。どうせそうなんだよね。めんどくさいからこうや。うわ待って何？え、またスピード？え、これなんだ？ちょっと見ちゃうか。もういいかね。ていうか眠。今気づいた。なんか今唐突に気づいた。ちょっと気になって調べちゃおう。ブースターパズル。え、これそんな自力なんだ。マジで。いや、やば。あ、間違えた。あ、え、できるんだ。あ、それできるんだ。もういや、これむずくね。起きて ZR で起きるのか。いや、さあ、これでドーンみたいな。マジで。じゃあ。いやーもうこれダメだ。これダメだって。何この。いや、なんかもうちょっと、
あ、もうなんでこんなボタン適当に押しちゃうの。こうしてこうしてこうして、あーもうダメだ。なんでわしこれさ、メトロイド、スーパーメトロイドとかでさ一番嫌だったのにこれが。あーもう間違えてボタン押しちゃうんだけど。いきゃ。そうだそうだ、これはテク知らないと無理だわ。パークジャンプして出しちゃう。オフにするとか。スペースジャンプオフとかないの。あ、すぐそこだ、すぐそこだ、大丈夫大丈夫、行けよ。こんなんあったよねマジで。なんかシャインスパークがなんか連続させられるみたいな。こうしてしゃがんで、こうしてしゃがんで、こうしてしゃがんで、いや、はい、 OK でーす。はい、 OK でーす。マーカー取り除きまーす。上戻ろっかなー。じゃあ、え、これはわかんないんでしょ。あー、でもわかるな多分。あ、わかるわ。見なくてもわかったというか、なんか何も書いてなかったんだけど、まあ、試験くださいと3つしか書いてないんだけど、4つぐらいね。これはカッターでも多分。ちょ、耳かえ。え、5枚で。
え、でもここ、そうか、そこか。お主ら邪魔するな。あ、間違えた。え、なにこれ。いや、これはむずすぎる。こっち側か。いや、別にこっちないでほしいな。いや、これ無理だって。いや、全然足りない時間。消えてるんだけど、どういうこと？しゃがまずに打てばいいのか。こいつなんで毎回復活する？
いや無理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 、ダメだこれ。うーわやば、逃げよう。やめた。本当にこれだけなの、やり方は。やべえ、待って、こんなことになるとは。うーわ、これやべえわ。これはやばい。こんなあるのか。100% するのにこんなあるとは思わんかった。マジか。これ相当むずいやつらしい。ちなみに、終わらせちゃうか。まず適当さなきゃ。見たんだけど、この動画の、あれなんでだろう、分かんなかった。これこっち側からやった方がいいな。内側からやった方が絶対楽だわ。あ、それできないよね。前出すぎだな。前出てダッシュしすぎだ。あそこぐらいでいいんだよな、ほんとに。前に、気持ちが前に前にと。ミスった。スライドメソッド、ちょっとスライドやめろ。やべ、ちょっと乗れないさっきから、うわ今いけたな。よしよしよし、うわ見つけた、パーフェクトプラン。こうしてこうしてこうして、そこら辺からじゃないと無理か。一番遠くからじゃ届かないと。なんでこんなギリギリやん、これ。
あーなんかもう気持ちが、もうなんでそんな敏感すぎ、いつもそんなスピード出ないくせに。はい、おつなんで、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 手届くじゃん、絶対。やべ、うわ、スパーク、出なかった。だ、もう、ニュートラル B だよね、ニュートラル B。格ゲーか、これは。多すぎたか。でもニュートラル B しか考えてなかった。マジなんかセレステやってるみたい。うわ足りなかった。じゃじゃいらん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 こんな、ね。こいつのなんで、こいつの方なんでマグマ大丈夫でこいつの謎のファイヤー当たんねん。間違えました。いい。うぜえあの高さ。うわもうなんでやねん。うぜえうぜえうぜえ。うわ、うわ、もうニュートラルビードって言ってんじゃん。これやりすぎだろ絶対。あーもうそうだ、あ違う違う違う、な何ができてないのかと思ったら、あのクロスボーン起きてないわ。ああもういいです、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 もう。あやいやいやいや、あ来た来た来た。どんだけー、やべえ、うわどんだけだよー、どんだけでしょう、やば、いやこれはやばいって話だよね、言ったよね、やばいよね。やば、いやこれは、いやでもわかんねえ、楽しいのかな、こういうゲームだったら楽しいけどな、こういうゲームなのかって話になってるな、こうなってると。はい、証拠います、こっち向かいます。操作がね、割と複雑なんだよね。それがさ、むずくしてるんですよ、実は。何がむずいって。ここらしいよ、なんか。ねえ、これやめえよわ。やめえよわ。ほら、でもこれ簡単そうだな。もうさっきのがひどすぎてた、さっきのひどすぎてた。
え、あと今溜まってる、撃てなかった。どうしよっかな。いや時間もう待って、時間たっぷりやる。ここでこうしちゃって、あやべ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 、このドアが地味にない。やべ、これ方向入力しながらさ、シャインスパーク出さないと。しゃがむ、よし、あ、どうした、こんなもんでよろしいですかね。確実に冷静になってきてる、確実に使いこなしている、この男。よいよいよい、あ、よいよいよい、あ、よい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 、こっちも、よし、あ、よいよいよい、あ、よいよいよい、あ、よいよいよいの、よいよいよい、いいですね。これアイテム 92% って、このエリアのアイテムか。いいね、それ便利だね。分かりやすいね。ちょっと戻ってみますか。いやん、困るね。どこだっけ、ここか。どう行くのがいいだろう。ウィーンって行くよりかはこっちからポロって行った方が早いか。いや、まずおっす。チカチカしてるとこあるかな。ウォーリーを探せみたいになっちゃってるけど、取ってないミサイルとかある。ありゃ、なんかある。いでー、なんだよこいつ。あ、どうぞ。
あざした。あ、100% やったー。やりましたよ。やった。やったんだ。やった、やったよアイテム 100% でも気になるもん、気になるんや。はい、ナイス、オッケー。満たされないこの欲求。うわぁ、ちなみになんかシャインスパーク謎解きに関して余裕で見ていいな。余裕で見ていいわ。シャインスパークの時はもうちょっとでも考えてもらわなかったらもう速攻見るべし。なんか爆発しようとしてますけど、やばい、これ、はい、やったー。ちょっとこれにしとこ、セーブ探すわ。セーブあるかな、横に。なんか何ダイヤ、すっげえ、なんかもう、なんかさ、何かがスピーカーに当たってすげえスピーカーがズンズン揺れてんだよね。なんでしょう。よし、セーブポイント探そうか。まずはここを埋めてからの話かな。まあ、こっち行っちゃうか。よし、うん、あざした。